これ普通にトレーナー？トレーナー君。俺の短パンいいだろ。見つめていいぜ。いや、結構です。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。よし。一応、ジムが終わって、もうあれかな。次のとこに進んでいけばよろしい感じ。では次のとこってどこ？待って、なんかこの裏とかなんかありそうじゃない？はい、何もない。あ、これあれか。居合切りで進んでいくところやんね。てか、私がこのね、何も考えずにうろうろしよったらさ、アスロがついてくるのめっちゃ大変そうな感じに見えるけど。なんかあれをね、これ、マップとかないんすか？なんかアイテム落ちそうんやけど。これはどこから入るん？あ、ここから、どこ？あれ？これ何？行き止まり？行き止まりやん。この辺から入れるとか、ない。ない。なんだなんだ？こっち側？表側からなんか、あ、この裏とか、いけるー。あれ？拾えん。はい。アイナはディフェンダーを見つけた。こういうのね、拾っていかんとね。よし。じゃあ、とりあえず、どこに行けばいいんだ？こっち？こっちから行くの？2番道路。2番道路は、あ、なにこれ？こっち？いや、でもこっちなんかまた居合切りで行くところなんやけど。なに？こらった？待って、マジでさ、行く場所、あ、こっち、違うわ。さっきと同じとこか。なんか出る場所が違う。時輪の森でさ、別の出口あったっけ？ちょ。めっちゃ被るー。はい。なんか別、あっち側とかに出口あるんかな？なんかありそうじゃない？あ、ちょ。見えてなかった。まだつおり見えてなかったよ。こっち。出口なくない？ちょ、今なんかモンスターブロー落ちちゃったね。ん？あれ？何？ピカチュウ。ピカチュウは森を見上げてキョロキョロしてる。違うんだ。それじゃなくって。はい、傷薬ゲット。これちょっと木と被っとってよくわからん場所に、あるね。これ別の出口とかないんやない？出口あっこだけ？なんかそうな気がしてきた。看板。なにびっくり。でかくない？お得な掲示板、取り外した条件を振れば相棒ポケモンと遊べる。違うんだよ。これ。めっちゃ追いかけていく。はい、来たスピア。スピア持ってないけんね。野生のスピアが飛び出してきた。なんかめっちゃ動くやん、こいつ。さあ、行くぜ。来い。はい。あ、全然ダメ。このなんか円が小さくなった時に投げるのが全然いけたかな。おー、捕まえた。やったね。今のあれやろ、アスムの方のよね、確か。やったね、スピアゲット。イエーイ、ピカチュウとマダツボミレベルアップ。てかあれやん、これコクーンから進化させんでもスピアが。マダツボミが新しく妖怪液を覚えた。これ草タイプの技かな。スピアは毒鉢ポケモン。両手とお尻にある3本の毒針で相手を刺しまくって攻撃する。怖っ。しかもこのスピアあれやろ、ちょっとデカめなやつやったよね。いいやん。いや、いいやんはいいんやけど。なにびっくりした。びっくりした。これ別、誰？何？あ、ポッポか。めっちゃバッグにしまわれていく。まあ、でも一応あれやろ。モンスターボールに入れてしまっとるってことよね。あ、不思議だね、不思議だね。これ。やった！これは捕まえるべきやね。めっちゃ可愛い。野生の不思議ねが飛び出してきた。よし、来い。あ、
か全然ダメやん。はい。え、なんか、あ、私投げた今。投げれてなくない？あ、構える押した？押したかな？おー、やったー。私何もしてない気がするけど、やったー。いいね、いいね。初期ポケモン3匹揃えたいよね。不思議だね、人影、ゼニガメ。不思議だね、種ポケモン。何日だって何も食べなくても元気。背中の種にたくさん栄養があるから平気だ。これ種なんや。あ、回せるんやね。なるほど。かわいい。私初期のやつは、必ず不思議種を選んでいきよってけんね。あの、草タイプで、ヤドリギの種を使うのがすごく好きで。結局またここまで戻ってきたぜ。そして静かに当たっていく。はい。ほい。私投げてる？投げてるの？いまいち、どっちがどっちなんだかよく理解できてないんだけど。あ、ほい。はい、来る。これいけたんやない？普通に。はい、来たー。いいね、いいね。このモンスターボールで操作しよる人どれぐらいおるんやろ？なんかめっちゃね、この片手で操作する感じ。難しいんだけど、普通に。普通に難しいんだけど。さあ、戻ってきました。結局、ここまで戻ってきた。え、私、あっち側にも行きたいけど、全然行けんねよね。待って、なんなの？どこに行けばいいの？あ、こっち？ここやん。これやろ。チラシが貼ってある。最近、お月見は歴史上のポケモンの化石を盗みまくる悪党がいます。怪しい人を見たら、ニビ警察まで。どうも。お、それはグレーバッチ、タケシにもらったんだな。多分これタケシに勝てんかったら、通してくれんかったところよね。持ってるバッチの数が増えると、ショップで買えるもの増えるぜ。ちなみにショップはあの青い建物。いろんな街にあるからもう知ってるよな。大丈夫、把握してる。そっか、次、お月見山か。あれやんね。え、なにあの人、吹き出しが出とんやけど上に。誰？お、君は駆け出しトレーナーだね。僕はコーチトレーナー。トレーナーの育成をするため、いろんな場所に立ちはだかっているコーチの一人さん。ん？僕らコーチトレーナーは自分で言うけど、強い。力を試したければ、ぜひ勝負してくれよな。強いんやって、これはもちろん挑むやろ。己の強さを試したいようだね。コーチトレーナーの僕とポケモン勝負するかい？します。よし、行くぞー。よし、来い。どれぐらい？え、でもジムトレーナー、ジムリーダー倒したところやけんね、どうなん？コーチトレーナーに一条が勝負を仕掛けてきた。不思議だね。ということは、え、不思議だねということは、フォータイプ聞くっけ？とりあえずポッポ出してこう。そしてどうするんだ。あ、オニスズメ、あ、飛行飛行で。オニスズメもレベル上げたいしね。今まだ一桁台やけん。え、これ何レベルやって不思議だね。レベル11、微妙な感じやね。微妙やね。え、1体だけ？かわいい。かわいい敵のポケモンやけど。よし。ここで風起こし。あれやね、さっきそこで捕まえた。お、効果抜群。そこで捕まえた不思議だねをちょっと手持ちのポケモンに入れていきたい。今私なんか結構虫ポケモンとかしょぼいのしか置いてなかったような気がするけん。はい、風起こし。いっけーい。
もうこれいけたやろ。イエイ、やったね。これで以上。もう一匹とかおる。お、一匹だけやった。よかった。やるものだね。あ、目に光がなくなったよ。そしてめっちゃ、結構な金額入ったね。やった。ポーチトレーナーはものともしないなんて、君の強さを叩いてプレゼントがあるよ。お、各地によるコーチトレーナーをやっつけたら、なんかプレゼントがもらえる。アイナは元気のかけらを手に入れた。え、めっちゃいいやん。元気のかけらは傷薬で治せない瀕死の状態を回復してくれるよ。ここだという時に使ってね。ありがとうございます。ちょっと私、手持ちポケモンをさ、棒タイプ2匹もいらんかな。あ、でも、草タイプ、またつぼみがおるんか。またつぼみと入れ替えよっか、じゃあ。ちょっと待って、これは。ポケモンボックスの方に。これなんかね、ボタン操作のやつ、Y ボタンで、ポケモンボックスみたいな書いとったんやけど、なんかこのモンスターボールをね、振ったら、この画面に、移動できる。待ち待って。まず手持ちのマダツゴミを外さんといかんのか。これ手持ちから外して、で、不思議だね入れとこう。手持ちに、レベル3やば。レベル3やば。はい。これ普通にトレーナー？トレーナー君。俺の短パンいいだろ。見つめていいぜ。いや、結構です。え、結構です。そんな変態の趣味別にない。短パン小僧のカズキが勝負を仕掛けてきた。夏も冬も短パンしか履かない。それが俺のポリシー。いや、夏はいいけど、冬はどうなん？長ズボン履いた方がいいんじゃない？はい、どうも。取ってきたばかりのポケモン戦わせようかな。まだ夏いてないんじゃないの？大丈夫？そういうことあるけどね。普通にあるけどね。キャンプボーイのミキラが勝負を仕掛けてきた。あ、男の子なんや。女の子かと思って見よった。ミドランを押す。レベル3やったよね。結構上がってもいいと思うけど。お、スーパーボールがもらえるようになった。やった。あ、この辺からもうあれなんかな。相手のレベル的にもそういう感じになってくるのか。えい。いや、今あんた押さなかった？押したような気もする。そんなような気もするけど。ピクニックガールのシホが勝負を仕掛けてきた。これあれなんやね。サポートトレーナーの方が視界に入っても全然無視なんやね。もう終わり？もう終わりだよ。君が一匹しか釣れてないんだから。どうも。この先はお月見山よ。ポケモンたくさん出るから、ニビのショップでボール買っとかないとだよ。まあ、多分まだ大丈夫でしょう。これなんか落ちてるね。虫寄せコロンを見つけた。あ、逆にポケモンがいっぱい出てくる感じのやつ。え、なに？誰？コラッタ？まさかの。あ。今のギリギリ消える直前に当たったかと思ったけど、輪っか消えてたか。出てきた。出てきた。あ、でも思ったよりゴールド少ないな。でもお月見山。まあ、そんないっぱい出てくるかな、ポケモン。はい、コラッタゲット。まあ、ピッピー、プリンとかその辺が出てくるとして、あと石つぶてとかもおるかな。はい、オッケー。次の街ってどこやったっけ？これは、めっちゃ無視してきてしまったけど、多分あれトレーナー。君、ポケモントレーナー？じゃあ早速。はい、どうも。虫取り少年。この辺子供多いな。ひろゆきが勝負を仕掛けてきた。新しいポケモン持ってくれば勝てたよ。そんなこと言われても、じゃあ持ってこい。子供からはモンスターボールしかもらえんのかな？そういう感じ？はい、来た。短パン動きやすくっていいぜ。え、お前も履いてるじゃん。確かに。確かにこっちも短パンやけど。さっきからちょっと短パン推しがすごいな。短パン小僧のヒロとか勝負を仕掛けてきた。はい、ありがとう。やっぱおしゃれの最先端だよな、短パンは。
短パンって言ったらめっちゃダサく聞こえるんやけどね。ボックス、君使ってる？戦ってない時なら手持ちのポケモンとボックスのポケモンはいつでも入れ替えできるよ。分かってるよ。ちゃんと使い分けてるよ。お、誰か座っとる。なになになに、今何か、ほらっとやった。いらねえ。ここは3番道路。この先お月見山。すごい、なんかちゃんと座ったりとかするんやね。あ、トレーナーではないの、君。ふう、この辺で、一休みしていこう。花田シティから洞窟を抜けてきたら、疲れた。あ、この先花田シティか。ってこと、次、霞やね。あ、そんな続けて感じやったっけ。お、これ、コーチトレーナーじゃない？どうも、毎度おなじみ、コーチトレーナーだよ。お月見山登る前に、ちょっと鍛えとく？で、勝負しときましょう。準備はいいかい？え、なんか、コーチトレーナー、出現率結構高くない？そんな短いスパンで出てくる。コーチトレーナーのロダンが勝負を仕掛けてきた。お、ニャースや、ニャース。かわいい。かわいい。ニャース何タイプやっけ？悪タイプ？でも悪やったら、悪って何が効くんやっけ？その辺あんまり理解できていない。普通に電光石火でいくかな。電光石火。微妙やねん。めっちゃ微妙やねん。猫に5番。5番があたりに散らばった。でもノーマルタイプって悪タイプに弱かったんやったっけ、そういえば。あ、まあ、大丈夫でしょう。二度蹴り。電気ショックね。でもまあ次でやっつけれる。やろう、きっと。あ、なんか、思ったよりも効いている。レベル的な問題？お！やったね。これもしかしたら効果抜群。ノーマルが入ってるってことかな。イェーイ。お、ニドランメスがレベル13に。あ、やったね、ポッポも。どれぐらいで進化するんやったっけ？お月見山もへっちゃらだね。きっと大丈夫だと思う。迷いさえしなければ。いい勝負だった。お礼にこれを受け取ってくれ。お、アイナ、技マシーン57、猫に小判を手に入れた。やったね。ありがとう。技マシーン57の中身は猫に小判。お金が散らばって拾えるちょっとお得な技だよ。あ、なんか、あれか、戦闘の後にもらえるお金が増えるやつかな。なぜもう一回話しかけたんだ、私は。謎の。この辺なんか落ちてるかと思ったけど、なんもないね。あ、トレーナーではない。いた！つまずいて転んじゃった。ポケモンの石つぶてたわ。あ、これ、このセリフ結構初期からなかった。おなじみのセリフな気がするけど。ポケモン乗りたくて、はるばる来たぞ、お月見山。リワークみたいに乗せてくれるやつもいるぞ。あ、なんかこうやってさ、連れて歩くポケモンも、なんかポケモンの大きさによってちょっと違ったりとかするみたいなよね。いわくは乗れるのか。あ、穴抜けの紐を見つけた。いいね、いいね。穴抜けの紐は結構重宝する気がする。で、ちょ、回復を。どうもー。ようこそ、ポケモンセンターです。あなたのポケモン休ませてあげますか？お願いします。それではお預かりいたします。すごいね、なんか周りのポスターとかもめっちゃ細かくない？ね、絵が綺麗。やのにこのポケモンたちのドットの感じめっちゃ好きなんやけど。めっちゃ好きなんやけど。ポケモンをたくさん捕まえても尽きれなくなってもバッグのボックスに入るから便利だよな。ボックスがポケモンでいっぱいでも検索もできるから安心だ。なるほど。ジョーちゃん、あなただけにいいお話がありまして。秘密のポケモン攻撃金がなんとたったの500円。どうだい？買うかね？マジで？でも私今9014円あるけんさ、全然秘密のポケモンじゃない気がするけどいただいとくわ。あいな、コイキングを500円も出して買った。500円もって言われる。あ、でもこれで新しいポケモンね、ちゃんと登録されるから。コイキング、魚ポケモン。頼りないので有名なポケモン。海、川、池、水たまり、至るところを泳いでいる。水たまりにまでおるんや、やば。コイキングをバックのポケモンボックスにしまった。ポケモンボックス何匹までいけるんかな？そうそう、ポケモンの返品はお断りだからな。くっ。あ、でも500円だから。大丈夫、大丈夫。
バナダシティの民家襲われるか。新聞にロケット弾事件が載らない日はないな。やっぱ細かい部分の事件とかそういうイベントも一緒ってことか。ボールをベルトにセット。1,2,3,4,5,6 と。ボックスに何匹用と勝負に出せるポケモンは6匹までだ。了解です。パーク。あ、プリン。わーひゃ。プリンの歌声聞くと大抵のポケモンは眠くなる。今のはあくび。そして僕も。この辺は表情変わったりとかしないのね。ポケモン捕まえるとき、緑の輪っかが出ると捕まえやすいポケモンで、黄色はまあまあで、赤い輪っかは難しい。あ、そういう違いがあるん。へぇ。緑、黄色、赤っていう順番。あ、なるほどなるほど。信号的な感じね。プリンと話したい。あ、すごい。あ、すごい。プリンの歌声もちゃんとあのまんま。何？ EV 寝た？EV 寝た？このさ、あの左下に出てくるこの EV がさ、ジョイコンを揺らしてるのが、私めっちゃ気になるんやけど、あれなんなんやろ。ここで揺らしたらなんかなるってこと？なんかな。お？ EV はプリンの歌声で眠っちゃった。え、かわいい。え、かわいい。かわいいけど何もできないね。寝てるから。あ、じゃあなんかあのマークが出た時に揺らしたらその時の EV の様子がわかるってことか。なるほどね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで次はお月山に、ん？お月見山に入っていくわけやけど、迷わんようにね。頑張っていこう。